回目の姫路の広場。今年も姫路ではワクワクするような話題が満載。その一端をご紹介しましょう。まずは後ろに見えます姫路城。大天守はご覧の通り驚くほどの白さによみがえりました。保存修理工事は3月に完了しますが、それに先立ちここ姫路城を発着点とした姫路初のフルマラソン大会が開催されます。世界遺産姫路城マラソン2015、開催は2月22日です。フルマラソンのほか、ファンランとして1キロファミリーの部、1.5 キロの部、2キロの部、5キロの部があります。1キロ、1.5 キロ、2キロの部はこちら五穀神社前をスタート。元気な子どもたちが走りますので、皆さんもぜひ5000円をお願いします。1キロの部は高校園前で折り返し、 1.5 キロの部は一の橋の交差点の手前で折り返し、2キロの部は岡町のバス停付近で折り返し、ゴールはすべて姫路城三の丸広場です。続いては5キロの部とフルマラソンのスタート地点にやってきました。大手前公園のすぐ近くです。ここからランナーたちが駆けて行きます。5キロの部は大手前通りを南下し、白金の交差点を西へ、千葉川沿いを北上し城南線へと入ります。そして名古山の手前で折り返し、ゴールは同じく姫路城三の丸広場となっています。続いてはフルマラソンのコースをご紹介しましょう。6000人のランナーが大手前通りを南下してくる様子は迫力があるでしょうね。フルマラソンのコースは5キロの部と同じく大手前通りからスタート、城南線を通って名古山へ向かいます。名古山にあるドーム状の建物にはインドのネール元首相から贈られた仏舎利が収められています。名古山から田寺、三田地を抜けると見えてくるのは書写壇です。山上には西の比叡山とも呼ばれる天台宗の古刹円行寺があります。山陽自動車道の下をくぐり、夢前川に沿ってさらに北へ、豊かな自然の中を走ります。塩田温泉の看板が見えると、ここからコースは県道を外れます。橋は渡らずにあちらへ、間違えないでくださいね。コースは播磨の奥座敷塩田温泉橋で折り返します。見晴らしがよく開放感あふれるエリアです。赤松市の居城があった城山のふもとにやってきました。ひつくら神社という神社があります。姫路城マラソンのコースは15の小学校校区を通っているんですが、各地区の皆さんはそれぞれの応援ポイントでランナーたちにエールを送ろうと計画されているそうです。その一つ沖塩地区の方にお話を伺います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いいたします。松浦さんは沖塩城おもてなし隊の会長さんということなんですが、実際どういったおもてなしをされるんですか？そうですね、やはりこの沖塩城、この城跡の跡だけではなしに塩田温泉のふもと、あそこでもいろいろと計画をしております。祭りあたり三台を出して沿道から応援するとか、そしてまたブラスバンド、小学生の和太鼓、そ
そしてまた寒い中応援に来てくださった方々へのおもてなしということで豚汁を振る舞う予定をしております。この奥庄総席後の公演におきましては明神太鼓、そして兜をかぶったり鎧をつけたりして武者姿で旗を振って応援しようという計画をしております。また飲食の方でも柚茶の振る舞いとか夢前町の特産のそばがゆ、甘酒、汁粉等々を出して応援にされている方ランナーに振る舞おうと今計画をしております。本当に地域一体となっておもてなしをしようという感じですね。ランナーの皆さんもね、こう走りながらこの地区についても知ることができそうですね。そうです。このね、歴史の深い奥庄地区を走りながらこの自然、美しい自然を楽しんでいただきながら走っていただいて、そしてまた、来年も再来年も長く続いて、この地域を走ってみたいなというようなおもてなしをしたいと思っております。コースは中間点を過ぎ夢前川の東側を南下、書斜まで戻ってくると書斜橋を渡り川の西側へ。マラソンは30キロを過ぎたあたりからきつくなってくるといいます。姫路城マラソンのコースでいうとちょうど夢前川サイクリングロードあたり、ランナーの皆さんも沿道の応援がきっと後押ししてくれるはず。かわいい子どもたちが応援の練習をすると聞き沿道近くの保育園にやってきました。姫路城マラソンっていうマラソン大会があります。頑張ってるランナーにみんなどっか40キロあるからね、いろんなところで応援できます。それでそのコースにこの旗とか持って行ってお友達やお家の人誘って頑張れって元気よく応援してください。この日のランナーは白丸姫です。白丸姫が走ってます。みんな頑張れって応援してください。頑張れ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 。子どもたちが振っているこの旗は姫路城マラソンのためにたくさんの人が描いてくれたもの。ホームページからダウンロードできますので好きなデザインを選んでぜひ応援に来てくださいね。市内の小学生からも応援メッセージが続々と届いています。これらはランナーの皆さんに配られます。サイクリングロードはおよそ5キロ、折り返しは新鎌田橋です。サイクリングロードの出口は35キロを過ぎたあたり、疲れたランナーたちの行く手を緩やかな上り坂と向かい風が阻みます。こちらも皆さんの声援が欲しいところです。そして再び街中を走り名古屋を眺めながら城南線へと帰ってくるとゴールまであと少し。フィニッシュはもちろん姫路城三の丸広場です。美しく蘇った大天守が待っています。東お屋敷跡公園では完走したランナーの皆さんへのおもてなしがあるそうですよ。また大手前公園や北駅前広場のキャッスルガーデンでは当日22日と前日の21日にマラソン祭りが開催されます。みんなでイベントを楽しんじゃいましょう。さあそして保存修理工事を終えようとしている姫路城の大天守ですがグランドオープンは3月27日です。その前日の3月26日には完成記念式典が催され航空自衛隊ブルーインパルスの祝賀飛行が行われるんです。ブルーインパルスが姫路にやってくるのは実は2回目なんです。
今回はどんなショーを見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。また姫路城とドイツのノイシュバンシュタイン城の友好交流協定も締結されます。そして4月の上旬には恒例の観桜会、真っ白な大天守と桜のコラボ、綺麗でしょうね。その姿を一目見ようと大勢の人が訪れることと思います。そのため姫路市ではご覧の期間中は大天守当確希望者に整理券を配布し、当確人数を制限します。混雑情報サイトの開設や待ち時間告知看板の設置なども予定していますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。三の丸広場をみんなの手で芝生広場にしようという計画もあります。姫路お城祭りも今年は5月に開催されます。こうして1年にわたり姫路城大天守の完成祝賀行事を展開します。そして整備が進められていた姫路駅の北駅前広場も3月末にいよいよ完成します。こちらは北駅前広場の顔、キャッスルビュー、世界文化遺産の姫路城を真正面に望むことができます。町の中心部とは思えないほど水と緑にあふれ、心落ち着く憩いの空間、多彩なイベントがにぎわいを呼んでいます。中でも一番の特徴はバスとタクシー以外の一般車の進入を制限したということ。歩行者が安全で快適に通行できる空間となっています。連絡デッキや地下通路も整備され、交通機関の乗り換えもより便利になりました。1月末には姫路ターミナルスクエアが竣工、新しいバスターミナルは4月1日全面オープンします。駅の東部コアゾーンの整備も着々と進んでいます。この他にも今年の姫路市には気になる出来事が目白押しです。新鮮な前採れの海の幸を多くの人に、メガ漁港に直売所と食事のできる施設が3月にオープンします。10月には中国縦貫自動車道に ETC 搭載車専用のスマートインターチェンジが完成、姫路の新たな玄関口として期待されます。アクセス道路である市道沖塩134号線も同時に供用を開始します。美しく蘇ったシンボル、快適で便利になった玄関口、みんなで盛り上げる初めてのイベント、今年も姫路から目が離せそうにありません。